田中澄江は、日本の脚本家、著作家、中野区教育委員も務めた。また、山を愛していて、花の百名山を選んだことでも知られる。東京都名誉都民。夫は、劇作家の田中千下を、小学校時代の同級生に、川島よし子がいる。日本ペンクラブ、日本演劇協会、日本文芸家協会、日本放送作家協会、各会員、長男、正夫の妻は、 高野三田京子、東京吹田豊島郡生まれ、1932年、東京女子高等師範学校国文化を卒業する、学生時代から岡本起動主催の舞台などで修作に励む、精神女子学院の教師を務める、1934年、やはり劇作家の田中千香と結婚、神奈川県藤沢町久毛沼に新居を構える、菊池博士の儀曲研究会にも参加、 1939年、劇作に発表した劇曲、春、秋で注目される。戦時中は、鳥取に疎開。戦後、長男の病気治療のために、京都に転居。家が没落し、家計を支えるために、地方神の芸能記者をしながら、体験に基づく、私劇曲、悪女止めと目と壁、京都の虹などを発表。1952年、我が家は、落死、少年期。 飯の映画の脚本が評価され、ブルーリボン賞脚本賞を受賞する。1955年、鼓の女、1959年、ガラシア、細川夫人を発表する一方、小説面でも活躍し、虹は夜、キリシタン純教の後を訪ねて、などを発表。1951年、息子らと共に、カトリックの洗礼を受ける。1960年代からは、 テレビドラマの脚本も手掛けるようになった。NHK 長のテレビ小説、うずしなどの脚本も担当。1973年、かきつ群た楽で、芸術戦勝文部大臣賞。1981年、随筆集、花の百名山で、読売文学賞。1996年、夫の始末で、女流文学賞を受賞した。登山好きで、知られ。 1967年から、女性だけの山ある軌道公開、高見塚いお組織誌を主催。1988年、長男の妻、三田京子と共に、自宅に、無名女性画家のための嫁名の花美術館を建設。中野区教育委員、国語審議会委員などを歴任。無礼な若者や男性に直言し、女性の高学心や、労働意欲を何より大事にした。晩年は随筆。 老いは迎え撃てなどを表し、老年哲学を説いた。2000年3月1日、老衰のため、東京都清瀬市の病院で死去、など、ありがとうございます。